リンカンってやっぱクロムハーツのイメージ強いと思うんですけど、販売だけじゃなくて買い取りも強いんですか？クロムハーツですとリンカンでも取り扱いが多いブランドになっていますんで、買い取り金額の方も高くなってます。あ、そうなんですね。クロムハーツの中でもその買い取り金額が高いアイテムっていうのを教えてもらってもいいですか？かしこまりました。今持っているクロムハーツでその価値を落とさないために持っている人ができることってあったりするんですか？意外とネックレスとか、まあ、リングとかつけっぱなしっていう方も多いんですけど、状態の方が悪くなってしまう恐れがあるので、理想的には外していただいて、まあ、定期的に磨いていただいたりとかした方がいいかなと思います。クロムハーツをこう高く買い取りできるアイテムの中で共通点とかってあったりするんですか？買い取りのポイントとして3つぐらいはあるかなと思います。1つ目は状態がいいものっていうポイントになりまして、状態がいいものですとだけ人気も高いので高額でお買い取り可能です。2つ目ですと需要っていうのがポイントになってきまして、はい、人気だったりとか需要が高いアイテムに関してはお買い取りもかなり高い傾向にあります。3つ目ですと珍しいものですね。国内に入荷していなかったりとかオールド品で販売されていないものとかは珍しくて希少なものになるのでお買い取りも高額になる傾向があります。実際に今クロムハーツのアイテムで買い取り金額が高いアイテムを紹介してもらってもいいですか？かしこまりました。1個目に紹介するのがタイニーファットクロスっていうモデルになりますね。販売の方で当店でだいたい今だと100万円から110万円ぐらいで販売させていただいているんですけど、買い取りの金額だとだいたい75万円から80万円ぐらいで買い取りしてます。あんまり差がない。そうですね、クロムハーツのアイテムの中でもかなり販売と買い取り時の価格差が少ないものになってますね。どういった理由なんですか？タイニーファットクロスがかなり需要が高くて人気にはなるんですよね。なんで当店でも高額で買い取りさせていただいております。他に何かありますか？インニケのタイニーフィリグリーチャームになります。当店で現在70万円から75万円ぐらいで販売させていただいてるんですけども、はい、買い取りになると大体45万円ぐらいでお買い取りになります。タイニーフィリグリーチャームに関してはかなり人気なのもあるんですけど、ずっと国内の直営店でお品切れ状態が続いているかなり珍しいモデルにはなるので、そちらでかなり買い取り金額は高くはなっています。ID のフローラルクロスのブレスレットは買い取り高いかなと思います。販売金額の方で、まあ、状態にもよるんですけど20万円から24万円ぐらいで販売させていただいてるんですけど、はい、買い取りの方だと14万円から15万円ぐらいでお買い取りになります。それは今だからっていうことなんですか？夏場になるとおそらくなんですけど半袖だったりとかでお出かけされる方が増えて手元が見えやすいっていうので、あ、まあ販売時にはブレスレットが多く売れることが多いんです。結構在庫少なくなってるので、じゃあでも頑張って高い金額でお買い取りさせていただいてます、ね。まあ、その季節的にっていうのもあるし、はい、まあ、人気のアイテムっていうのもあります。人気の高い、まあ、ブランドの設立当初くらいからずっと出されてるモデルではあるので、うん、買い取り金額が高い傾向にあります。ツークリックのウォレットチェーンになるんですけど、これが一昨年ぐらいに国内で定価が上がって当店でお買い求めいただく方が増えたので買い取り金額上がっていますね。あ、そうなんですね。そういう理由で高いし、もともと人気っていうのもあるんですか？もともとの人気なモデルにはなるので需要もあるアイテムになってます。ちなみにあのウォレットチェーンなんですけど、結構腰につけていただいて他のところに当たっちゃったりとかはするので、はい、刻印だったりとかそういうのが消えてしまう安いアイテムの一つになるんですよね。刻印っていうのがブランド品を査定させていただく上で重要な要素の一つになってくるので、はい、刻印が消えてしまうと最悪買い取れないっていう場合があるので、扱いは慎重にしていただいた方がいいかもしれないです。なるほど、なるほど。お出しさせていただいたのが、まあ、ネックレスチェーンなんですけど、はい、下からロールチェーンと、あとこちらが 22K のツイストチェーンと、こちらがペーパーチェーンになってるんですけど、はい、こちらは今買い取り高い傾向にあります。それは何でなんですか？これが国内の直営店で結構品薄状況が続いてるみたいで、あ、なるほど、当店でお買い求めいただくお客様が増えて、はい、買い取り金額が今上がってきている。チェーン全般そうなんですかね？そうですね、まあ、チェーン全般こう買い取り金額が高くなってる傾向があります。今回いろんな買い取り金額高いアイテム紹介してもらいましたけど、リンカンで買い取り出すにはどうしたらいいんですか？店舗の方にお持ち込みいただいても当日で査定の方できるんですけど、はい、遠方の方だったりとかもご利用いただける買い取り方法とかもいろいろあるので、はい、店舗だったりとか僕のインスタグラムだったりとかにご連絡いただければと思います。はい、わかりました。
ー。